はい、どうもこんにちは、つきです。今回ですね、Notion を使った分析についてお話をしていきたいというふうに思っております。様々なですね、アウトプットに対してのやっぱり分析っていうのは非常に大事ですし、その成果を上げるためにですね、やっぱり分析は不可欠になってきますので、実際にですね、私が YouTube と Twitter でやっている分析の方法についてお話をしていきたいというふうに思っております。また合わせて、そのページのですね、作成練習もつけておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。では、よろしくお願いします。はい、ではですね、ここから具体的に解説をしていきたいというふうに思っております。まず YouTube の方ですね。私ですね、 YouTube 今動画を取り組む上で、まず動画を作る前に様々なキーワードっていうのを調べるようにしています。で、そのキーワードも今こちらですね、見ていただいているように需要の高いキーワードというのをですね、書き出すようにしています。これはですね、なぜかというと、やはりその私今まだチャンネル登録者数が少ない中で、いかにですね、私の動画を見てもらおうかと思うと、その様々なですね、おすすめに載ることはそもそもまずほとんどないので、まずですね、その YouTube 内で検索したキーワードで動画を見てもらえるような形にすることが大事だというところ で、その様々なですね、 YouTube で検索されるキーワードの中で自分が作れる動画でですね、その需要が高いものっていうのをピックアップするようにしています。やはりですね、アップル製品っていうのはかなり検索需要が高くて、新しい製品が出た時に実際にどんな魅力があるのかなとか、実際にそれって使っていいのかなみたいなものをやっぱり気になる方が多いと思うので、そういう中で例えば MacBook とか iPad とか iPhone というのは、需要の高いキーワードになっているかなというふうに思います。また合わせてですね、プチプラっていうところで、無印良品とユニクロっていうのはかなり品質も良くてコストもかなり抑えられているというところで、実際に新作っていうのもどん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 出てくるので、やっぱり新しい商品が気になる方はですね、 YouTube で実際に見ているような形になっているかなと思います。またですね、Amazon っていうのもそうですね、Amazon で買った商品実際にいいのっていうのがやっぱ気になったりするかなと思います。またですね、やっぱり読書術とか勉強系ですね、こういったものもやはりその受験生だけにとどまらず、資格勉強とかですね、様々な勉強っていうのは人生通してやることなので、やっぱり新しいですね、読書術というか役に立つ読書術っていうのをやっぱりですね、調べる方は多いかなというふうに感じております。つい最近もオリエンタルラジオの中田さんがですね、読書術の動画を出されていましたけども、やっぱり需要が高いもの、または中田さんの売りを活かせるものっていうところで出されているのかなというふうに感じております。はい、でですね、こういう形で需要の高いキーワード、これをもとに実際にキーワードを決めてから私は動画を作るような形にしています。で、こちら伸びてるキーワードっていうのはそれぞれあるんですが、ここはちょっと後ほどまたお話をしていきます。まずですね、こちら下の方でキーワードリストというのがあります。で、これですね、カテゴリーとか実際に出している動画はそのままあの情報なんですけれども、それ以外のですね、この1 day 7 days 28 days、 これですね、こちらについてはあのダミーの数字にしております。ちょっとやっぱり正確な情報っていうのをなかなか出せるものと出せないものがあるので、そういう意味でですね、ちょっとダミーの数字を入れさせていただいています。で、これ見ていただくと、私がですね、実際に狙うキーワードっていうものここに入れてますね。 MacBook、 M1 の MacBook とか MacBook の初期設定とかで、実際に私が投稿した動画ですね、投稿した動画のタイトルっていうのをここに入れてます。で、それを投稿した上で、実際投稿した後、1日経った後の再生数、または7日経った後との再生数、または1ヶ月、約1ヶ月の28日経った後の再生数っていうことで、実際にですね、投稿してから、そのキーワードで実際投稿して伸びるのかどうかっていうのをですね、数字で測るようにしています。で、もともと YouTube の分析ツールがあって、それも使ってるんですけれども、それはあくまでもその現時点の情報だとか、そういうのを見るためのものなので、そこから必要な情報をここに書き出してくる、みたいなイメージで私は活用しております。で、私はですね、まだまだチャンネル登録者数も少ない状態なので、1日ですね、まずやっぱり1日で100再生以上いけば、正直まあありがたいというところなので、それで伸びたもの、伸びたキーワードは何なのか、または7日後、28日後っていうことで、YouTube っていうのは最初に投稿してなかなか再生数が伸びなかったとしても、1週間とか1ヶ月経ってから急にグッと伸びることがあるんですね。やっぱりそれっていうのはその時の需要を捉えているものっていうのもあるんですけれども、実際に動画の内容が良くて、例えば高評価数が多かったりとかコメントが多くなれば、その後ですね、YouTube のおすすめとかで、YouTube のおすすめとかで載せていただくことができたりするので、それでグッとですね、露出が増えて再生数が伸びるっていうこともありますので、基本的にはですね、1日1週間28日間みたいな形で指標を出すようにしています。で、そういう形で1日100再生以上で7日間で500再生以上
でまた28日後に前再生以上いってるようなキーワードってなんだろうっていうのをこういう形でこのリストを元に洗い出しています。でこの中でその条件をクリアしたこのですねキーワードにまた類するその関連動画っていうのを私はさらに作っていくようにしています。こういうのをですね地道に積み重ねるような形でですね今は取り組んでいます。で実際にその元々あった分析ツールからちゃんと必要な情報だけを抜き出してくることで、でノーションにそれをですね一括でやることでどんな動画を作っていくのかっていうのを取り組んでおります。はい、ここまではですねこの YouTube のキーワードの分析の方法についてお話をさせていただきました。次のパートではですね実際にこの YouTube のキーワードページのですね作成練習をしたいというふうに思います。はい、では実際にですねページの作成をしていきたいというふうに思います。まずですねこのニューページのところをクリックします。これで新しいものが開きます。でここでアンタイトルドのところに YouTube キーワードカッコ KW でこれでキーワードですね。でこれを入力した上で次にですねスラッシュを押します。スラッシュを押してこのですねヘディング3っていうのを選びます。で選んだ後は需要の高いキーワードということで、またですねスラッシュ半角のスラッシュですね半角のスラッシュを押して次ですねコールアウトというのがあるのでコールアウトを選択してクリックします。ここで私の場合は検索需要の多い MacBook とか iPad とか iPhone とかそうですねあとは無印良品ユニクロアマゾンですね、あとは読書術みたいな感じのキーワードを入力しています。はい、次にですねもう一回半角スラッシュでヘディングの3クリックですね。そして伸びてるキーワードでカッコ1日で100再生以上で今やってるのはあくまでも YouTube なので、これですねまたあなたのですね取り組んでる活動に合わせて情報をですね書き換えていただけたらなというふうに思います。またですねチャンネル登録者数の状況も、全然皆さんにとって状況っていうのは全然違うと思いますので、自分がどの基準のものを伸びてるキーワードというふうに捉えるのかっていうのは、またですね、その適宜ですね、修正していただけたらなというふうに思います。はい、次にですね、スラッシュで、またヘディングさんの伸びてるキーワード、7日あとに500再生以上ですね。でこの後はまたもう一つ伸びてるキーワードということで28日あとに1000再生以上、はい、こんな感じで入力していきます。で次にですねテーブルの方を作っていきます。テーブルはですねスラッシュ半角スラッシュを押して下の方ですね下の方にテーブルインラインというのがあるのでこれをクリックします。はい、でこれでテーブルができました。でここにキーワードリストというふうに入力します。でこの後ですねここの項目のところを入力していくんですが、ここですね私の場合はカテゴリーというのを入力しています。で次ですねこのタグズのところはキーワードにしています。でキーワードにした上でこの今マルチセレクトになっているのをセレクトにしています。でその後ですね、はい、ここが投稿動画、実際の投稿動画のタイトルをここに入力します。次ですね、はい、1日目の再生数を入力するので、1 day というのを入力して、ここのテキストっていうのを数字にしますので、ナンバーを押します。はい。で、次ですね、次のところもまたプラスして、次7日なので7 days。でテキストでナンバーで最後ですねプラスをして28 days のテキストのところをナンバーに変えます。これでですね、テンプレートができました。あとはですねここに例えば MacBook のこととか、キーワードですねキーワードも例えば M1 の MacBook について9書いているのであればそれでここのクリエイトっていうのを押すと選択できるようになります。で投稿動画は MacBook の
に搭載についてみたいな感じですね。であとは1 day、7 day、7 days、28 days、このところにそれぞれの再生数っていうのを実際にその分析したデータのところから取っていくみたいな感じでやっていきます。はい。で、実際に1日で100再生以上、これはいったので、この動画は伸びたから、これはキーワードとして M1 の、あ、そうですね。再生数入力して、キーワードとして M1 の MacBook はこれで伸びてるよ。みたいな感じで、変えていくような形になります。作成練習はここまでなんですけども、こういう感じで、都度ですね、実際に自分がアウトプットした行動に対しての分析っていうのをリスト化して、で、それの中で実際に伸びてるものはどれなのかっていうのを出していくと。で、それに対する関連っていうのを水平展開していくっていうのが、着実なですね、やり方かなというふうに思います。はい、次はですね、ツイッター分析の方についてお話をしていきたいというふうに思います。まずですね、今こちら画面に映っているのが、タイトルからいくんですけども、ツイッター分析というタイトルと、またですね、こちら、後ほど詳しくお話はするんですが、分析に使うための文字入力というところで、それぞれこれまたですね、コピペして使うようになっているんですが、これをもとに分析っていうのをさらに情報っていうのを収集するようにしています。で、下ですね、テーブルがありまして、ツイート分析っていうのがあります。で、キーワード、ツイート内容、アカウント名、いいね、リツイート数、実際にその、これだけのいいね、リツイートがついた要因についての抽象化っていうのを自分なりに分析して、実際の自分の行動プランに転用するっていう形にしています。で、実際にその元ツイートですね、この内容の元ツイートのリンクっていうのを貼るようにしています。っていうのを、どんどんリスト化していくみたいな形ですね。で、今ですね、今、こちら、上から3つ出ているものについては、実際に私がですね、投稿したツイートになっています。で、いずれもですね、了承の図解をしたものになっていて、それに対していいねがマックスで1016来ているものになっています。で、これについても自分なりになぜこれだけの成果が出たのかっていうのを出すようにしています。で、これリンクですね。リンクのところをクリックすると、実際にそのツイートが出てくるみたいな形ですね。で、この前田由里さんのメモのマリックの図解の時のツイートになっています。で、これをですね、実際にこれだけのいいね数が出てましたよっていう形で、ツイッターっていうのはタイムラインでどん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 流れていってしまうので、こういう形でリンクをきちんと貼っておかないと、検索するのが難しくなるので、こういう形で流れていく情報をここに留めておくっていうことが一番重要かなというふうに考えております。はい。でですね、こういうところで、ツイッターの分析にするときは、実際にそのいいねとかリツイートが伸びてるツイートを自分なりに分析して仮説を立ててやっていくことが必要なので、実際にそのいい数字が出たものについての要因っていうのをきちんと分析することが必要だよということが一つと、ノーションの二つ目の動画でもお話しさせていただいたんですが、実際に自分が学んだこと、仮説を立てたことを実際に自分の行動プランに落とさないといけないので、行動プランの転用というのがあるんですが、こういう形で実際に次自分がツイートするときにこういうところを気をつけてやっていこうっていうのを書き出しておくことが大事だよっていうところですね。はい。で、先ほどのですね、こちらの分析に使うための文字入力のところなんですけども、これですね、何かというと、リツイート数が多いもの、またはいいね数が多いものっていうのをツイッター上で分析するときに使う検索ワードになっています。で、これがですね、例えば、ニンニンの文字、プラス、ミン、リツイート。このミンっていうのは、少なくとも指定する数字以上のものを表示する、検索から引き出すっていうようなものになっています。で、実際に使ってみます。これですね、ミン、リツイート、リツイートのところをコピーします。で、コピーして、ツイッターのところの検索キーワードに入れます。で、今こちらですね、過去のやつでも出てるんですが、例えば、勉強法というのを入力して、半角で、先ほどのミンリツイーツというのを入れます。で、この後数字ですね。数字を例えば1000以上、1000リツイート以上いったものっていうのを押します。これで検索を出すと、これですね、今例えば話題のツイートのところになっていますが、そうですね、私がこちら出しているのは、まふまふさんの方ですね。受験シーズンなので一つ。自分も実践した勉強法なのですが、英単語など暗記物は寝る前に覚えて、起きてからすぐ復習をすると効率よく定着すると言われています。
記憶を定着させる意味でも体を壊さない意味でも1日6時間は寝るといいみたい、おぬぬめなので試してみてっていう形で最後柔らかい表現で終わられています。これすごいですね。9529リツイート今なっている状態になっているの でこういうものをですね、実際にここでクリックして、ここにあのリンク先の URL が出てくるので、これをコピーします。コマンド C でコピーします。そしてコピーしたものを実際に貼ったのがこれなんですけども、まあ一応念のためにこういう形で貼っておきます。はい、で貼ってこれですね、実際にこれ今私コピーしたものなんですけども、ツイート内容とアカウント名といいね数とリツイート数で、実際にどういうことが書かれていたのかっていうのを抽象化してます。で実際にじゃあ自分がコードプランにやるときには、私なりの考えなんですけども、まあ相手のですね、ツイートを見る相手の体をいたわりつつ、効果の出る方法を実体験をもとにツイートするっていうのがいいのかなというふうに考えましたよっていうことですね。でこういう形で書いております。はい、こういう形でですね、実際にその先ほどのこちらの分析用のこのワードっていうのを検索に使って、実際にその数字が多い、大きな成果が出ているツイートっていうのはどういう要因があるのかっていうのをここにですね、どん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 追加していって、自分なりの仮説を立てていくっていうのが大事かなというふうに考えております。はい、ではですね、実際に次のパートではこのツイッター分析のテンプレートの作成練習をしていきたいというふうに思います。はい、ではですね、実際にツイッター分析のテンプレートの作成練習をしていきたいというふうに思います。まずですね、こちらプラスのニューページをクリックします。そしてこのアンタイトルドのところにツイッター分析と入力します。でその後ですね、スラッシュでこのヘディング3を入力して押して、分析に使うための文字入力、はい、でこれでまたスラッシュですね、スラッシュで次はコールアウトです。スラッシュを押してこのコールアウトを選択します。そして任意の文字で、ここですね、先ほどの検索ワードありましたが、min min アンダーバーリツイーツところですね。で任意の数字です。でこれがリツイート数が少なくとも数字以上のツイートと補足を入れます。で2行目ですね、任意の文字で min min のファオですね、ハブズ、でこれはいいね数のことですね、ハブズのコロンの任意の数字、これですね、いいね数が少なくとも数字以上のツイート、はい、こういう感じで入れておきます。で次ですね、テーブルを作ります。テーブルの方も半角スラッシュで、ここからですね、はい、テーブルのインラインを選びます。選択してこちらアンタイトルのところはツイート分析とします。でここですね、ネームのところはキーワードですね、これがですね、例えば図解なのか勉強法なのか、どういうようなカテゴリーのキーワードになっているのかっていうのをここに入れていきます。でその後このこちらのタグ図のところはツイート内容なので、ツイートと入力します。でその次ですね、ここはアカウント名ですを入力するようにします。はい、その次ですね、はい、これがいいね数を入れるので、いいねと入力します。でここのプロパティのタイプをですね、テキストではなくて数字を入力するのでナンバーにします。で次ですね、いいねな、次はリツイートなんで RT と入力して、ここのプロパティタイプのところをテキストからナンバーに変えます。はい、まだ続きがあります。次があります。次はですね、プラスをもう一回押しまして、これはですね、要因ですね、それだけの数字が出た要因について書きますので、要因と押してカッコで抽象化というふうに入力します。これはですね、このままで大丈夫です。でその後また右で追加をします。次がですね、コードプランT
転用、実際に自分の行動プランにどう転用するのかっていうのをここで入力するようにします。でここですね、このところはこれリンクにします。はい、URL のリンクを貼るので、でリンクをしてプロパティタイプのテキストをここを URL にするようにします。はい、これでですね準備が完了しました。であとはですね、例えばキーワードが例えば勉強法なのか、で先ほどのツイートであれば、先ほどまあ検索したと、もう一度まあ検索しましょうか。はい、念のためリツイートの1000以上でするので、このミンリツイートをコピーしておいて、ここで勉強法で、なのでここは勉強法とか仕事とか、あとはお金とかですね、そのどんな自分が狙ってるキーワードというか、そのキーワードで高い関心を持って高い反応があったものは何なのかみたいなことで、さまざまなキーワードでですね分析してみるのをですねお勧めしております。でここでメインのリツイートで1000リツイート以上っていうのでもう一回検索します。はい、それで先ほどのマホモさんのやつを例えばクリックをします。でクリックすると URL が出てくるので、 URL をここでコマンド C でコピーします。でコピーしたものについては、はい、一番こちらですね、右のところでリンクをコピー&ペーストしておきます。で、実際ですね、ツイート内容についてはこれで全体を文字を選択してコマンド C ですね、コマンド C でコマンド V する感じですね。すいません、ここですね、こちらのところマルチセレクトではなくて、ここはテキストにしておきましょう。はい、テキストにすることで入力することができます。でこれも選択してアカウント名も入れておくですね。でいいね数とリツイート数はこれはもう自分で目視で見て、その該当する数字を入れていくですね。でいいね数が 44,000 でした。でリツイートは 9,500 でしたですね。こんな感じでベースができました。であとは抽象化っていうことで、先ほど私がですね、私の場合このツイートを見た時にどう考えたのかっていうのを入力するので、まあ受験勉強というキーワードと、相手をいたわるっていうことですね。こういうものを例えば抽象化に入れて、じゃあ自分がじゃあこの勉強系のキーワードで出すときには、その受験生の気持ちになって相手の体をいたわりながら効果のある勉強法についてツイートするみたいな感じで書いていきます。でまた実際にですね、このここで行動プランに起こした内容をもとに実際にツイートするときに、清書をしてですね、書いていくみたいな感じでやるといいかなというふうに思います。でこの勉強法とかのキーワードについては、例えばあなたがツイッター今あるアカウントでどういう分野のことで発信をしているかっていうことに、結構関わるかなというふうに思いますので、私の場合は例えば Apple 製品とか MacBook とかそういう関係とか、あとはですね、こういう様々な読書のことについて書いているので、そういう読書系のキーワードで、いいねとかリツイート数が伸びているのはどういうものなのかなみたいなことを、その分析に活用するようにしております。まあ、こんな感じでですね、テンプレートを作った上で実際に入力してみてですね、分析をしていくっていうのがいいかなというふうに思います。はい、今回ですね、Notion を使った分析について YouTube のパターンと Twitter のパターンということでお話をさせていただきました。実際にですね、この作った作成のテンプレートについては、YouTube 版と Twitter 版それぞれですね、概要欄の方に URL をですね、シェアしていきたいというふうに思いますので、ぜひですね、ご活用ください。またですね、YouTube とか Twitter に関わらず、あなたが今活動しているもの、例えばノートを書いているとか、例えばそれ以外のブログを書いているとか、様々な活動何でもいいと思うんですけども、ご自身の行動の分析に合うような形に、あとはカスタマイズしていただけたらなというふうに思っております。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできたらなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。